おとぎ話は、プロダクション人力車に所属する日本の男女、お笑いコンビ、スクール夜二21期生。二人とも2012年にスクール夜かに21期生として入学。最初は別々のクラスで、吉田は最初に女子同士でコンビを組んだが、同年9月中に解散し、その後男子二人とのトリオを組むもすぐに解散。 花里も尖っていたという相方とコンビを組んでいたが疲れたということで解散。その後吉田が花里のクラスに移り試しに組んだところ手応えをつかんだということでコンビを結成しこのコンビでイヤカを卒業して人力車所属となった。2019年2月25日にはおとぎ話とブラッドピーク合わせ味噌の3組4名によるスリーマンライブ。 偽装結婚を行った。主に漫才。お互いに現在に至るまで異性との交際経験がないことを公言しており、つかみの自己紹介とする。恋愛への憧れ、妄想たっぷりの恋愛をネタにしたものなどを披露している。インターネットなどに掲載されている恋愛コラムから題材を見つけてネタを作成しているとのこと。コンビ、合わせ味噌での吉田吉田は、 ファーストキスの経験はあることを公言したことがある。ありがとうございます。